桐生の兄貴、こいつが辰川ですわ。こんな奴と遥かが。わしにも信じられん話ですわ。じゃが清美さんの話を考えるとやっぱり。なんでだよ、遥かちゃんがよりによって辰川なんかと。あいつが春人の父親なのかよ。なんか俺もう春人のおむつ変えられねえわ、気分的に。なんでじゃ。それでもあの遥かちゃんの子に変わりはなかろうが。じゃあこれから春人のおむつ替えは田頭がやるってことで。なんでそうなるんじゃ。遥かちゃんはわしらの天使で、確かに春人はその赤ん坊じゃ。じゃけど、雄太の言いたいことも分かる気するわ。でしょ？やめえ、バカタレども。男と女っちゅうのは理屈じゃないんじゃ。のう、キヨちゃん。あ。お邪魔しますよ、四代目。ソメヤ。お、踊れ！何しに来よったんじゃ、こんけどぶち殺してるぞ。南雲くんやめて。じゃけど、キヨちゃん。キヨミ、少し話せるか。話ならここで。私はもうキリュウさんたちに隠し事して迷惑かけるわけにはいかないから。四代目に。わかったよ。東京に戻る前に一言詫びときたかっただけだ。騒がせて悪かったってな。それだけだからよ。あ、ねえ、あの子は元気なの？元気だよ。ますますお前に似てきた。会いたきゃいつでも帰ってこい。子供もおるんか。キリュウさん。うん。改めてだけど、ハルカちゃんのことずっと隠しててごめんなさい。もう信用なくしちゃったよね、私。いや、あんたが謝る必要なんかない。長いことハルカの面倒を見てくれたんだろう。俺があいつに代わって礼を言う立場だ。そうだね、キリュウの兄貴。そういや、ハルカちゃんはどうしてるんすか。なんでハルトのそばにハルカちゃんがいないんすか。おお、そうじゃ。わしらハルカちゃんを知らんふりしとったけ、今までずっと聞けんかったけど。どうしたんじゃ、キリュウの兄貴。ハルカちゃん元気でおるんじゃろう。あいつはカムロ町で事故にあった。ひき逃げした犯人は今も捕まってない。え？ほんの何日か前のことだ。命は助かったが、何も話せる状態じゃない。医者にもいつ目が覚めるか分からないらしい。なんじゃと。あいつがその事故に遭った時、ハルトも一緒だった。俺もハルカが子供を産んでいたことをその時まで知らずにいたんだ。そんな。わからねえことは山ほどある。だがまずわからなかったのは、なんで事故に遭った時ハルカがカムロ町にいたのかってことだった。3年前沖縄を出たあいつがこの町で過ごしていたのは分かった。問題はハルカがここから姿を消した後、なんでカムロ町に向かわなきゃいけなかったのかってことだ。普通に考えたらカムロ町に行った辰川と落ち合うためいうことかの。
そういや達川が組抜けたのって遥ちゃんがいなくなってから結構すぐだったよな。ほんじゃ達川に聞けば全部わかるっちゅうことか。達川はカムロ町でホストをやってるんだったな。それだけ分かってりゃ探し終わる。桐生の兄貴、それじゃこれからカムロ町へ。ああ、ただカムロ町は今東上界と中国マフィアが抗争の真っ最中でな、ハルトを連れていくには危険すぎる。ママ悪いが、またハルトのことを頼めるか。え、私でいいの？もちろんだ。あんた以上に安心してハルトを託せる相手はいない。ありがとう桐生さん。さ、ハルト。明日カムロ町に行くが、なるべく早く帰ってくる。今度は達川を連れてな。うん。キリュウの兄貴、カムロ町、俺も行きますよ。ん？俺は達川を許せねえんです。あの野郎、いつの間にか遥ちゃんに手出してたのか。とにかく俺はあいつをむちゃくちゃにぶん殴ってやらねえと気が済まねえ。わかった、わしも行く。頭が、なんでじゃ。このままここにいんのが辛いんだろう、多分な。失恋のショックっちゅうことか。あの、じゃあ私もう行きますから。たまには男さんに、やろうとつるんでカムロ町を歩き回るのもいいか。